3人で一気に行こう。即戦即決で奴らをやっつけて、あの子を救うの。お嬢さんに任せていいんじゃなかったのかい？人数が増えればその分強くなるでしょ。お願い、終わったら勇敢な市民賞を送るから。世間話をしている暇はない。行くぞ。勝負一角。はっ！こうしてよ。帰ってよ。厄介を避け。見ればわかるはずですが。あ、ごめん、血が出てないみたいだから平気だろうとは思ったんだけど、からくりくぐつだったのか。運動用の長が壊れて動けません。あなたは運気軍の。よかった、すぐに私を地甲子に運んでください。無口君、羅刹、ごめん。また寄り道する羽目になりそう。この子は獣王子の九月半眼で、運気軍の私は彼女の命令に従うしかないの。本当にごめん。私について来いって言うんじゃなかった？あんたたちだけならもうとっくについていたかもね。僕は医術を少しかじってるんだ。よかったら少し見てみよう。あんたには分かりにくかったね。この子は九月なんだ。だから地甲子まで送っていかないといけなくて。大丈夫だよ、お嬢さん。僕に任せてくれ。痛くはないはずだが、奇妙な感覚、凝ったりしびれたりするような感覚がするはずだ。我慢して動かないように気をつけてくれ。無駄です、この身はからくり。肉体ではあり。からくりでも肉体でも形あるものに過ぎない。お嬢さんさえよければ僕が癒そう。後ろ、どうやって。医術って範疇を超えてるよね、北条の。よかった、地甲子に帰らずに済みました。任務を続行します。獣王子の律令により、半眼は外の者と縁を結んではなりません。ですが、助けてもらったお礼に一言だけ忠告を。即座にここを離れてください。私がここにいるのは重罪人である性格ハンターを捕らえるため。非凡な腕と兵器を持った極めて危険な対象です。異変に遭遇していなかったら私の寿命はもう終わっていたでしょう。異変？ついてきてください。灵感这个嘛。